はい、どうも、M ケツの町でございます。というわけで、公式ブログの方で発表がありました。井上さゆりさんがね、乃木坂46から卒業するということでございます。ブログの方でもありましたけどね、まあ、休業ということでね、発表はしておりましたけども、まあ、それはね、卒業に向けてのものだったということでございます。まあ、さゆりさんというとね、こう、乃木坂46のメンバーの中でも、ポテンシャルがこうずば抜けてる一人だなというふうに思うんですよね。まあアンダーでの活躍はもちろんですし、まあ選抜もそうですしね。そしてまあユニットもこうパッと出てくるのって一番は個人的にサユニャンなのかなというふうに思うんですよね。マリカとのね、あのユニット、行く当てのない僕たち、なんか大好きでね、こう散々聴きまくった楽曲ですけど、まあ未だに神曲だなと。いうふうに思う一曲なのでね。まあ、あのユニットはまさに伝説だったなというふうに今でも思うんですけども。まあ、最近はね、舞台の活躍がすごかったサユニャンですしね。まあ、卒業してからの活躍っていうのもね、ものすごく今から楽しみだなというふうに思いますよね。卒業時期はね、来年の春頃ということでね、まあ、もうちょっと先になるんだろうなというところですけども、今後のね、詳しい卒業の日程だったりっていうのはね、おいおい発表になってくるのかなというふうに思っております。サユニャンの卒業ということで、まあでも個人的にはね、ああそうかっていうか、こうなんだろう、妙にスッと入ってきた卒業だったなというふうに、思うんですよね。まあなんかここ最近は舞台っていうところでこうサユニャンはすごい頑張ってましたし、うん、まあなんか一人のお仕事っていうのもね、だいぶこうそっちに力を入れてるっていうところでしたんでね、卒業がいいきっかけなのかなというところなのかなというふうに納得できたんですよね。まあね、こう乃木坂46からいなくなるっていうのはね、まあ、ちょっと寂しいですけど、まあサユニャンもね、これから卒業してからもね、どんどん活躍してくれると思うんでね、それをこう楽しみにして待ちたいなというふうに思いますね。はい、というわけで今回は乃木坂46井上さゆりさんがね、乃木坂46から卒業するよという動画でございました。というわけで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。どうも、まちでした。